マリー・ビクトワール・ソフィードの愛儀は、ブルボン朝統治期のフランス王族、ルイ14世の義理の娘にあたる。トゥールーズ伯爵夫人の称号で知られる。フランス元帥を務めたアンヌ・ジュールド、ノワイユ公爵とその妻のマリー・フランソワーズド、ブルノンビルの間の娘として生まれた。当時の上級貴族家庭の子女として、礼儀作法や社交術を身につける一方、歌唱、ダンス、話術、 地理、歴史、数学、外国語、絵画制作などを多岐にわたる教育を受けた。1707年2月25日にパッシーにおいて、ゴンドラン公爵、ルイ・ド・パルダイアンド・ゴンドランと最初の結婚をした。ゴンドラン公爵は、モンテスパン公爵とルイ14世の愛称モンテスパン、公爵夫人との間の一人息子アンタン公爵の子である。 ゴンドラン公爵夫妻は二人の息子を設けたが、公爵は1712年に創生した。左から、トゥールーズ伯爵夫人の息子パンティエーブル公、ルイジャンマリー・ドブルボン、ドーマゴ・ランバル公、ルイ・アレクサンドル・ドブルボン、その妻・ランバール公妃・マリー・ルイーズ、ドーマゴ・マドモ・アゼルド・パンティエーブル、トゥールーズ伯爵夫人1723年2月2日に、ベルサイユ宮殿において、トゥールーズ伯、 ルイ・アレクサンドルと再婚した。トゥールーズ博は、ルイ十四世とその愛称モンテスパン公爵夫人との間に生まれた諸子で、暴風のおじにあたり、また、親王の称号を与えられていた。伯爵夫妻の夫婦仲は、良好だったと言われ、間には、息子が一人生まれた。ルイ十五世王とは、親しい友人関係にあった。百三十七年の夫トゥールーズ博の死後は、 宮廷生活から退き、南部へとオテルドトゥールーズを行き来しながら、余生を送った。トゥールーズ白帝。ありがとうございます。